ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、オールデン 4330CY バーガンディーコードバーです。日本の革靴好きの中でもひときわファンの方の多いシューメーカー、オールデンは当店でも幾度となく扱わせていただいている人気ブランドです。こちらはオールデンマニアの方にはおなじみのオールデン専門の名店、オールデン・オブ・カーメルが別注して誕生した NST のモデルとなっています。 NST ノルウィージャンスプリット等は凹凸の立体的な光沢感から人気度の高いデザインです。しかし分厚く硬いシェルコード板に均一に施す手縫いは高い技術を必要とし、オールデンの中でもできる方は現在2人のみとなっているそうです。そのため非常に生産が安定せず、NST の別注アイテムはショップに届く納期が数年後となっていることもあります。カーメルではオールデンファンに送る別注靴として、その頭文字から AF シリーズが有名です。レアカラーコード板を使用したスペシャルなアイテムや名作モデルも多いことで知られています。こちらもカーメルでは AF26 の名前が付けられています。オールデンのモデルの番号の後ろにはアルファベットが付いているものがあります。それはデザイン仕様の頭文字として入れられており、今回のこちらは 4330C と Y です。 C がコマンドソールの意味で、 Y はワイドソールエクステンションと、通常よりもコバの張り出しが広いのが特徴となっています。こちらに採用される木型はプラザラストというオールデンの中では珍しい細身のセミスクエア等のドレス着型となっています。海外別注のお品で見かけることが多い反面、日本ではあまり見かけないため、バリーやモディファイドなどと比較してしまうと知名度は低いかもしれません。しかしながら履き心地は非常によく、極端に内に振ったモディファイドラストほどではないですが、プラザラストもまた程よくアーチサポートが効いており、かかとのつかみも心地よい設計です。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で SA ランク相当の扱いとなっております。まずはこちら右足から、次にこちら左足です。沈みの方は1ミリ前後といったところです。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が 7D となっております。オールデンバリーラストの方で 6.5D、 エドワードグリーン202ラストの方で 6E あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。基本的にプラザラストはアバディーンラストのようにバリーラストよりハーフアップを推奨しています。ハーフコマンドはその見た目の通りタフに履き込んでいただける存在です。優れたグリップ力に耐摩耗性を備えており、頼りがいがあります。木型が重長ですが、ボリュームのあるソールを採用しバランスを取ることによって華奢に見えないどっしりとした一足に仕上がっています。サイズが合いそうでご興味のある方はぜひご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。